どうしました？水没してた、水没してたの。あらららら。水没の可能性あり。そうね、これがちょっと邪魔になってる。どうやら水没をしたらしくてですね、まあプラグを外してシリンダーに水入ってってんじゃないかつってこう抜いてる状態ですね。大変だなこれは。俺も手伝いよって話なんですけどね。すいません、ちょっとこれはなかなかできない絵なので、ちょっと撮らせてもらってます。さあかかればいいなみたいな感じですね。ネタとして撮ってるの？すいません、ネタとして今途中からですけど手伝わないってことは。はい、すいません、これ YouTube に上がりますから。来ますよね。さあかかりますでしょうか。さあ、まだですね。どうでしょうか。お願いします。よかった、よかった。水没復旧。また以上、水没復旧の巻でございます。さあ行こう。さあよかった。危ね危ね。明日は我が身ということで、僕もね、水没しないように気をつけて行っちゃおうかなって思います。水没と申しましても、完全に沈めたわけじゃなくて、キャブからね、出てるホースね、下の方に、なんていうか、横から出てるホースとかね、多分あると思うんですけど、そこにね、長時間水に浸かると、吸っちゃうみたいなですね、それで水没状態になっちゃうわけです。危ない。気をつけましょう、本当、水没。
水没？やめやめやめ。水没。多分水没のような感じですね。あれ？どう、なんかしてたんですか？しています。はい。どこで焦げるんだろう。
さあ復旧完了。いやー、バチ当たったかもしれない。反省します。